どうも、おはようございます。即座情報です。今日も一日よろしくお願いします。まあ、このサブチャンネルでお送りして、もう今日で4日目になるんですかね。いきなりメインチャンネルが、まあ、あの、制限を受けましてね。今度の制限が2度目ですから、もう1回ペナルティを食らうと、その瞬間、私の1万4000人以上いたチャンネルは削除され、私の10年間かけて育てた収益家 YouTuber としての道は立たれるわけなんですよね。 常に一本でやってきましたんで、YouTube のサブチャンネルっていうのも本当にね、滅多に使ってなかったんですよ。まあでも、なんとなく置いといたサブチャンネルがこうやって生きているんで、今日も放送ができます。うん、何でも備えあれば憂いなしという感じですかね。まあ YouTube っていうのはね、本当に多くの可能性を私に届けてくれまして、視聴者さんとの出会いもそうですしね、もうね、何百人もの方にこの YouTube の視聴者さんに会いに行きました。 2018年、2019年は、全国47都道府県の旅ということでね、もう本当に500人ぐらいの方にお会いに行って、また私のおこの放送している自宅にですね、100人以上の方をお招きしてということになりました。時には海外にまで飛び出して、そこからライブ放送を行ったりですね、視聴者さん、海外の視聴者さんにお会いしたりとか、あったわけですけども、お、コウジさんおはようございます。本日もよろしくお願いします。コウジさんもう朝、早いですね。 あの、コウジさんとね、あの、やらせていただいたプロジェクトもありましたけども、あれもね、私に非常に大きな経験になりました。本当にありがとうございます。あの、もう、繰り返しね、コウジさんとも似たようなプロジェクトをやっていけると思うんですよ。まあ、ですんで、コウジさんのお時間と、まあ、ご気力がね、あるところで、また一緒にトライしていきたいと思いますんで、なんかね、もう、ワントライ、ツートライ、スリートライ、どんどんしていきましょう。 もう常に挑戦、常に挑戦でございますね。私たちもね、もう、そう、いい年になりました、まあ。若い年代っていうのはあ、まだ精神だけはね、こう、はっきりと燃えているんですけども、まあ、これからはね、やっぱ私たちの、こういった昭和世代が魂を見せていくことによって、この令和の時代を引っ張っていけるんじゃないかなと思いますから、もう一花、二花、三花ぐらい咲かしてもいいんじゃないかなと思いますね。えー、元気な中高年で。 これからもやっていきたいと思います。だからね、トライしたことがうまくいかなくても、根性を出してね、さらに別のトライ、さらにワントライ、そんな感じでやっていければなと思います。できっと、壁にぶち当たるたんびに全力で乗り越えようとする、そういった姿に、まあ人はね、なんか勇気づけられるんじゃないかなと思うんですよ。で、ちょっと私の話に戻しますけども、そのメインチャンネルがね、もしかしたらもうね、今年中に 強制退場させられるかもしれない。当然、収益化チャンネルですから痛いですよ。多くの視聴者さん、再生数を抱えてます。私の記録が YouTube に入ってますから、なくなるのは痛いですけども、でもね、私がいなくなるわけではありませんから、こうやって、えー、またね、新たなる一歩を踏み出せると思いますので、うん、しっかりとね、くじけずにやっていこうかと思います。そして片っぽでは、積み上げてきたものがなくなるという覚悟、これも持っていこうかと思いますね。さあ、それではね、今日のテーマです。 えー、こんな形でメッセージが寄せられております。実はね、昨日まで何回かに分けてこの方とはメッセージをやり取りしたんですけども、50代男性の方です。えっ、ー、と、製造業勤務、安定した会社から一転、リストラの嵐にということで今日のタイトルは私が付けさせていただきました。ご本人の許可もいただきながら、ただ、家族もいますので、プライバシーに配慮しながらお話しさせていただきます。はい、コウジさん、年を重ねてもチャレンジャー精神で頑張ります。はい。 ぜひ私もそのチャレンジャーに乗せてください。じゃあ今日のテーマですけども、私は長い間製造業で物流管理の仕事をしていました。図自体だけは大きい会社というと聞こえは悪いかもしれません。ですが従業員は日々ルーチンワークで過ごし、管理職は対して部下の指導もなく、それでもよらば退治の影のような大人数の組織でいることの安心感はある、そんな会社だったというふうに私も聞いております。で、 この相談いただいた方、A さんと仮に名付けますけども、A さん自身がこんなぬるま湯的な体質ではいけないというふうに思っていたらしいんですけども、同時に同じ職場にいる上司も同僚も部下も同じように思っていたらしいです。こんな昭和状態がずっと続くわけはないよと。もう今は平成が終わって令和に入ったんだよ。みたいなね、ことで話し合ってたみたいなんですよ。そして、今回のご相談者、A さんが55歳になったとき、それは突然のようにやってきたそうです。 そうなんですよね。自分の会社は良かったんだけども、取引先ってのがあるんですよね。取引先が営業不振、経営不振で倒産してしまったっていうんですよ。この取引先ってのが、あの、某食品チェーンなんですよ。この A さんがお勤めになっている会社の、まあ、ほぼ売り上げのね、半分以上、過半数を占めていたのが、この潰れないだろうと言われていた某食品チェーンです。この食品チェーンってのは、 小さな小店から A さんのいる会社と二人三脚でやってきたんで、本当にね、メインの取引先で、危ない時には助けたり、危ない時には助けられたりみたいな、本当になんかこう、身内会社みたいにやってたみたいなんですよ。もちろん別々の会社であり、別々の経営ですから、その、お互いに依存体質はなかったんですけども、長い付き合いっていうこともあってね、一定の安心感と信頼はあったようなんです。ただ、やっぱり不況の波っていうのは急に来るもので、この取引先の某食品チェーンも、あっという間にね、 閉店を余儀なくされて、そして、売却、譲渡、倒産という道を辿ってそうなんですよ。まあそうなるとね、そこに売り上げを依存していた A さんの勤めている会社ですよ。他のところではとてもカバーできなかったんで、結局ね、経営を継続させるために、経費削減と人員整理、そして新規顧客開拓に入ることになったんですよ。でも新規顧客開拓ってもね、難しいわけですよ。 この某職員チェーンを埋めるぐらいの売り上げを、うん、見つけることは未だにできてないそうです。はい。どうも、きよみさんおはようございます。あ、きよみさん、今日ね、あの、たこまるさんにちょっとお邪魔できないんで、明日にさせてもらいますね。今日はね、ヤマトくんと、実はですね、えー、っと、新しいね、スクールの見学に行くのと、プラス、実は私、結婚記念日でね、今日お昼は家族と過ごすように、ちょっと今週決めたんですよ。で、 タコマルさんは明日伺いますんで、明日お会いさせていただきますよ。よろしくお願いします。天気だといいんですけどもね、えー、今日はちょっと伺えませんので、えー、すいません。いつも土曜日に、えー、伺ってるんですけど土曜日に行けないときはこうやって日曜日にね、お邪魔しますので、えー、また元気な笑顔とお会いできることを楽しみにしております。まあ、明日あの、営業されていればいいなと思いながらなんですけどもね。はい。しげみさんもおはようございます。今日もサブチャンネルをお越し、どうもお疲れ様でございます。はい。それではね、今回、 A さんの話題、リストラの嵐ということでお話してますんで、そちらの方に戻っていきますね。はい、で、えー、この某食品チェーンのそういったあ倒産によりですね、いつの間にかこの A さんの勤めてる会社も、まあ、その影響を受けてですね、リストラの嵐ということになっております。 で、次にその通達が来るのは自分ではないかと、皆、戦々恐々としているというところなんですよね。つまり、リストラっていうのは、あなたリストラですよって来るんじゃなくて、早期退職のおすすめという通知が、あの、メールボックスに入るそうなんですよ。おすすめなんで断ることもできますし、おすすめを断った後にどうなるのか、そしておすすめを受け入れた後にどういう他者への圧線とかがあるのかってことは、まあ、大体ね、あの、噂で聞くようになったらしいですよね。 はい。えっと、コウジさんね。キみミさんおはようございます。と。コウジ、親分、一番乗り先生。結婚記念日おめでとうございます。はい。結婚記念日で8年目ということになりますね。8年目なのかなうん。いつだったかな ?6 年目かなちょっと忘れましたね。すみません。何年目だったか。えっ、ー、と、40の時に、今、彼女と知り合いましてね。彼女は当時22歳だったかな。で、それからしばらくして、えー、まあ一緒に、 暮らすことにななったのかなで結婚したのはね、もうちょっと後だった、2015年ぐらいだったと思うんですけどね。まあでも早いもんですよ。はい。本当にありがたいと思っております。はい。ちょっと話題を戻しますね。えー、結婚記念日の話題はまたね、長くなっちゃいそうなんで。<laughs> はい、えー。でね、この A さんなんですけども、奥さんがいらっしゃって、お子さんが3人、男の子が3人いるということでございます。えー、お子さん2人は大学に行っていて、で、仕送りなど、生活費など。 やっぱり結構ね、毎月かかるみたいです。授業料もね、高いですからね。そしてもう一人は高校生ということで、この高校生の、うん、まあ息子さんも大学受験に向かって、まあ、頑張っているということらしいですね。で、こんな状況からですね、えー、この A さんは転職について検討を始めるようになったということなんですよ。そのあたりから私とのやりとりが始まったということなんですけどもね。 で悩んでいたのは大きく2つだったそうです。えー、1つは、今の会社のままでも、まあ、収入はそんなに変わらないけども、来年は解雇通知が出るかもしれないということなんですよね。まあ、ですので、この A さんにしても、絶対不動のポジションではないということなんですよ。みんなと同じような不動あのポジションですから、誰からあの通知が来るか分からないっていう条件は一緒なんですよね。うん、でもし介護通知が来ることを まあ、怯えながら日々出勤する。まあ、この状態に、えー、まあ、なんていうのかな。別れを告げようとするとね、うん。だったら早期退職で新しい道を探した方がいいかもしれないなっていう風なのな考えなんですよ。で、これが悩みの一つ目です。で、二つ目の悩みってのは、この会社を離れるにしてもね、自分には一体何ができるんだろうか。今まで会社の言われた通りにやってくるってことはできたけども、じゃあ新しい会社で何ができるんだろうか。 自分には一体この今の会社から離れたら自分の力は何だろうかっていうね収入を確保できるかっていうふうに非常にね悩み出したらしいんですよはいちょっとコメント戻りましょうかうん、えー、清美さん私は結婚30年を迎えましたいやすごいですね30年ね私はまだ10年も <laughs> あれなんでね、うん、でも今の彼女と こうやって結婚生活を送って、付き合った時から考えても、そんな長続きした女性いないんですよね。<laughs> お恥ずかしいですけど。えー、あいさちゃんおはようございます。今日もよろしくお願いします。まだまだサブチャンネル、うライフが続きますよ。<laughs> もう、いつね、メインチャンネルの番通知が来るかと <laughs>、怯える日々でございます。まあ、怯えてないんですけど、もう腹をくくって、新しくスタートを切るつもりですけどね。はい。それではね、もう一回、A さんの話題に戻させてもらいます。 今日は50代の製造会社勤務の A さんが、取引先の倒産によって自分の会社もちょっと危なくなってきたと。で、早期退職を進められそうなんだけども、どうしようかなっていうところの悩みでございます。この方が悩んでいるのは、早期退職を探した方が今の精神状態じゃな、ね、い、とてもじゃないけども、仕事どころじゃないよみたいなね、そんな日々だそうなんですよ。で、もう一つは仮に会社を離れるとしても、 一体自分には何ができるかなと。年齢55歳ですからね。で、今いる会社以外の社会は知らないんですよ。で、これに付随して、この二つの悩みに付随して出てくるのが、子供たちの進路の問題です。大学に行っている子供が二人、これから大学を目指す子供が一人、合計三人なんですけども、父親の自分がね、今こんな状態なのに、いや、学歴だとかね、就職だとか、なんか子供たちの人生モデルを、 自分を例にして語れる術がないっていうんですよ。うん。それはまあ、そうですよね。うまくいっていて、順調に出世,出世していて、いい会社。もうね、取引先も順調みたいな。そういう状態で子供たちの相談に乗るんだったら、耳を傾けてもらえるところもあるだろうけども、将来の学校はね、とかね、将来の就職はね、収入源はね、っていうふうに語る父親の人生が、そのものが危なっかしいみたいになってくるとね、説得力がないわけですよ。 そもそもこういうふうな自信を失った状態で子供たちになんかね進路のこととか話しにくいそうなんですよね。その気持ちは私もよくわかりますよ。うんまあ、ここで例えばになってきますけども、私はあの FX がもうマスターできてますんで、自分の子供に FX やったらみたいなこといつでも言えるんですよね。でも私が仮に FX が全然ダメで、でも可能性だけは見出してるとしたらね、子供に FX やれってやっぱりね言えないと思うんですよ。うん、それなりの地位を築いて、それなりの 安定した収入と将来性を持っているからこそ、だから調子がいい時だからこそ、こうやったらって語れるんですけども、自分がね、状態が悪い時とか、明らかに社会的な歌詞、ね、歌詞っていうのは結論のことですけども、そういったものを抱えた瞬間とかっていうのは、なかなかね、こういうふうに自分はやったらいいと思うよっていうのがね、説得力を持たないんですよね。そういうところがありますんで、うん、まあ悩んでるんだろうなと思いますね。 はい、ええー、戻りましょうか。ノクさん、おめ、おはようございます、ノクさん。結婚記念日、おめでとうございます。そう、4月16日が結婚記念日なんですよね。いや、ありがたいことでございます。私もよくね、結婚に踏み切ったなっていうのと、えー、彼女もよくね、結婚に踏み切ってくれたなというところがありますけどもね。まあ、実際はね、1週間ぐらいで、あの、結婚の約束はしたんですけどね。出会って1週間ぐらいであなんか、電撃的とか言いますけども、出会った瞬間に明らかに、あ、 ここういうういいいとななんだなっていうふうに思いましたね。まあ、私の場合は誰に出会ってもそういうの意識するんですけど <laughs> まあでもねなんか後付けなんですよねきっとね出会った時にそんな気がするっていうのは多分あると思うんですけど結果的に結婚したから当時こうだったよねって思うけどもでも男女って出会った時に多少ならずともこの人とずっと一緒にいたらどうなるんだろうって思うじゃないですか,だからあれをねいやビビンと来ましたって後付けて言ってるだけだと思うんですけどもでもそう言っちゃうと身も蓋もないんで私の場合はね 出会った時にも、うそういう風になってるっていう風に思ったんだよねっていつも言うことにしてますし、私は本心からなんですよね。はい。ありがとうございます。愛川さんもどうもおはようございます。今日もよろしくお願いします。お、ハートマークいっぱいのあやさちゃんからのおめでとうも来ております。いや、本当にありがたいことだと思います。あの、やっぱり YouTube を中心にこうやって活動してると、本当に私ね、視聴者さんのおかげで暮らしてるなっていう風にね、まあ芸能人みたいな言い方になりますけど、本当そうなんですよ。見てくださる方がいるから、発信もするし、 発信することが決まってるからネタも考えるじゃないですか。ネタも集めるじゃないですか。そういった情報収集と情報のアウトプットの日々っていうのが様々なトレーニングになってると思いますし、それからね、この継続している姿っていうのが多分新しい信頼を生み出してくれてるんじゃないかなと思うんですよ。やったりやらなかったりだと、お店でもね、人はいなくなるんですよね。うん。でも、ずっとやってると、 もういつでもやってるって信頼感から、うん、なんか3年ぶりにアクセスしてみましたみたいな方もいらっしゃったりとかね、するんじゃないかなと思います。皆さんもね、あの YouTube の活動中心に情報発信活動になり、情報発信してなくても人との関わりっていうのをどっかで持ってると思うんですよ。うん、だから信頼をつなぐのに一番簡単で、えー、ポピュラーな方法っていうのはあの、会い続けるとか話し続けるとか語り続けるってことなのかなと思うんですよ。結局私たちは、 喋らずに一日終わるってことはないと思いますから、じゃあその喋り、語りを誰に向けてるかっていうことなんですよね、きっとね。一番大切だと思える人に一番言葉を使ってるのかもしれませんし、えー、言葉を使いすぎるとね、今度はね、沈黙が全てを語るみたいな領域にも入るそうですよね。はい、ノクさん。一週間、すごい。最初からだと男女って変わりますよって、あイさちゃんが言ってました。あー <laughs> なるほど。いや、私はね、あの、 うん、そうですね。なんか誰に会っても結構意識するんですよ。この人と一生暮らすとしたらどうかなって、うん。だからそれを最初から結婚すると思ってましたみたいに変換しがちなのかなと後付けでね、思うんですけども、今の彼女と出会った時はね、まあ正直に言ってね、すごく好みのタイプだなと思ったんですよ。<laughs> 実はね。まあでも、好みのタイプだから、あの女性に対しては、なんか意識するし、あのデートも誘うし、 ってなるんで、これも後付けで言ったら当たり前か、みたいな。まあ、年がいもなくそんなことを言ってしまいました。あの、もうすぐ50になる私ですけども。10年前はね、まだ40でしたからね。<laughs> ちょうど、あの、恋話も結構好きな時期でございました。いまだに好きですけどね、うん。はい、じゃあ今日はね、A さんの話に戻っていきます。A さんってのは私と同年代なんで、そんなに年齢も変わりません。5歳、6歳違うぐらいなんですよ。で、私がだから振り返ることを、を、うん、大学在学中にはこの、 A さんっていうのはすでにバブルの時代の就職組だったんでしょうね。だから誰でも採用されるような時期に社会に入ってそのまんま安定してずっと55歳まで過ごしたって形です。それに対して私はあんまり就職氷河期と言われるロスェル世代ですからあんまりいい状態じゃなかったんでまあそこそこのところで手を打ったっていう就職でしたね。で、せっかく就職したところも辞めてしまって今この状態でございますっていうことです。はい。え、それでですね。 えー、この A さんなんですけども、会社を離れて自分に一体何ができるかなっていうふうに悩んでるところで、子供たちの、うん、進路相談なんての今の状態じゃできないなっていうことと、あと両親の介護の問題も近々やってくるっていうふうには覚悟してたそうなんですよ。自分の両親、奥さんの両親、4人の年老いた親世代を見ていてね、この4人の世話もいずれしていかなくちゃいけないだろうと。それは感謝と愛情を持って恩返しのつもりでやらせてもらうんで負担ではないけれども、 負担ではないんだけども、現実自分がね、生活を失ったときに、収入を失ったときに、その愛情を、恩返しを十分できるだろうかっていうふうな、そういった恐怖感も相まってですね、すごく複雑に日々落ち込む状況になったらしいんですよ。で、こういうふうにも言ってました。こういうふうな状態を抱えているのに、妻も私も気力も体力もどんどん落ち込んでいく時期なんだと、うん。だからね、自分は体を鍛えるってことも、 しなくちゃいけないなと思いながら結局やらずに55歳来ちゃったし、健康はそんなに壊していないんだけども、かといって、目一杯元気でもないし、テンションがいつも高いわけではないし、どちらかというと寡黙、科目で、人に話しかけられない限り自分から何かアクションを起こすことはないよっていうふうな、そんな性格だそうなんですよ。うん、これでもね、10代や20代の頃は、活発した、そんな時代はあったらしいんですけども、いつの間にか会社の中で、 言われたことをやる。決まったことをやるっていうのはルーチンに入ってから、決められたことないことはやってないとかね。休日は体を休めるために使うとか。うん。なんか子供や奥さんに言われたらやるみたいなね。自分の内側から欲望を燃やすことがなんかなくなってきたっていうのもね、語ってました。それは最近のことではなくてずっと前からだっていうねうね、ん、言われてましたね。でもいつか豊かな老後が来たら、ゆっくりと自分の本来のやりたいことを第二の人生で探していこうかなと考えているそうなんですよ。まさに、 昭和世代のモデルケースですよね。うん、20歳、20代前半で家庭と仕事を確立して、そして60代あたりから第2の人生をゆっくりと始めると。でも時代が変わって、時代のスピードが変わり、国際競争が激しくなって、えー、ほとんどの方はね、残念ながら50代の半ばあたりから、うん、自分で生きることを要求されて、組織も国も何の保障も保険もなくなってきたっていうのが現状だと思うんですよ。 はい。じゃあちょっとコメントを一旦読まさせてもらいます。あやさちゃん。最初に会った時に、この人長くなるなとか結婚するなとか直感します。今のもハートのもそうでした。ああ、そういうことってあるんですよね、やっぱりね。うん。そういう思いがあるから逆に続けていくのかもしれないですね。大切にしていこうっていうふうに最初に思ったら、うん。そう、あやさちゃん、55歳で就職は辛いですよね。だって55歳でいきなり今の状態になっちゃったわけですよ。だから2、3年前は全然ね。 もうこれから10年間やり遂げるだろうなと思ってたわけですよ、みんなで、うん。だから、あの、ある意味ね、いい安定は悪い安定だったんですよね、きっとね。ずっと大きなダメージを受けずに成長してきた会社の初の試練がこういう時に起きてしまったってことなんですよ。はい、あ、吉見さんどうもおはようございます。おはようございます。久保先生、結婚記念日おめでとうございます。ますます幸せにということで。いや、吉見さんにそんなこと言われて。<laughs> ありがとうございます。もう今日はね、ハートがいっぱいコメント欄に並んでいて、こんな嬉しい日はなかなかないですね。皆さんとこうやって関わらせていただいたおかげで、なんか、まだね、家族は寝てますけども、一足先に幸せを実感しております。はい。で、ちょっと A さんの話題に戻りますね。本当にありがとうございます。で、最後にこういうふうに、あの、文章を締めたんですけども、 えー、こんなことに頭を悩ませながら日々出勤することも、それから家に帰ってくることも、とにかく時間が経つこととか、人と会話を交わすことが苦痛に変わっていきましたっていうふうに、この方は最後に、あの、本音を漏らされていたんですよね。つまりは、時間が一日経てば、一日経つごとに、自分に迫ってくる現実に、その足音に気づくわけですよね。で、会社に行っても、 会社からなんか通知が来るんじゃないかなとか思って、メールを開くのも躊躇しちゃうし、家に帰っても,も、奥さんからね、あなたちょっとこういうことで困ってるのって言われたりとか、子供たちに、将来どうしようかなって、進路相談を持ちかけられたり、今度こういうお金が必要なんだけどねっていうふうに言われたり、はてはね、まあ、親家族から、ちょっと体調が悪くなったんで入院するよみたいなね、ことが入ってこないかなとか、とにかく誰から、誰に会っても、 誰からの口も悪いことばかりが語られるんじゃないかなっていうふうになってきたらしいんですよ。お、どうも環境人さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。えー、清美さん。吉美さん、お元気ですか毎朝ライブで会えて嬉しいよ。はい。私も嬉しいですね。こう言って関わりを持っていただくのは。ノクさん、40代で派遣の時はいろいろきつかった。まあ、日々の作業もきついし、この先どうなるんだろうっていうふうに見えない不安っていうのがね、 怖いですよね。なんかその、今はね、ノクさんね、あの、結構お金の力で私たちは安心できてると思うんですよ。まあ、全部ではないですけどね。でも今の暮らしにノクさんお互いお金が全くありませんと。今月の、月末の支払いのために今日も出勤しますみたいな日々が毎日続いていたら、やっぱり今のね、今日の A さんみたいな気持ちになっちゃうのかもしれないですよね。どこを向いても怖い。 っていうね、自分は本当にかつまあ今ね国際的な問題も起きてますけどもそんなことよりも俺の暮らしはみたいな時には家族がすごく負担になっちゃったりとかああ家族がいなければなとか思っちゃったかもしれないですこの A さんもそういうことはね今回語られませんでしたけどもねでもこうやって家族に対する悩みがあるってことを聞かされると 家族がいるからこそ苦しいという部分も一部にあるのかなと。だから家に帰ってくるのも苦しいって言ってましたからね。出勤した瞬間は家から出れるんで楽なんだけども、会社に近づくに従って心が重くなるし、会社を、うん、退勤するときは会社から出るんで楽だけども、家に近づくためにこう負担になっていくる。だから途中で失踪したいかなと私心配してたんですけども、最後の一行に私も救われたんですよ。そんな時の支えといえば、 えっと、YouTube の隠居 TV でしたというふうにね、いつも言ってくれてるんですよ。自宅から会社に向かう途中、隠居 TV、過去のアーカイブとかを聞いてると、ああ、やっぱりそうだなと。いや、久保さんでもそう考えるんだ。あ、久保さんはそう考えるんだ、意外だなとかね。で、久保さんが放送してるのに、あの、他の視聴者さんがいろいろコメントを入れてくれるのが、すごくね、羨ましいと。私も、いつか久保さんに自分の悩みを打ち明けたい。聞いてもらいたいと思っていながら、 ここね、1ヶ月ぐらいは、みっちりとお話聞かせてもらってるっていうのが、この A さんとの私の関わりです。55歳、もうすぐ56歳になるそうなんですけども、今日ね、えー、私はそう、結婚記念日を迎えさせていただいて、そして、こんな朝早くから多くの方にお祝いをいただいてますけども、きっとこの A さんにもそういう時期があったと思いますし、これからも結婚記念日は、めでたいことには変わりないと思うんですよ。ただこの A さん、今まで描いていた未来像が全て壊れて、 別の未来像をこれから自ら構築しないといけないというね。まあそういうふうな状況に立たされたわけなんですよ。自分の人生を自分で考えるのは当たり前だろうという意見もあるかもしれませんし、私もそう思いますけども、でもね、私たちが生まれ育った時代は、自分の人生はこの国あって、会社に就職してが前提だったんですよ。会社に就職して平和な日本で高度経済成長の名残で、 豊かに暮らす前提があるから、その中で自分の人生を選ぶってことができたんですけども、この前提が2つともね、壊れちゃった時、特に中高年、中頃過ぎてね、40代の後半とか50代の後半で、今までずっと乗っかえっていた前提がパッと外れるわけですよ。そんなバカなと思いますよ。約束が違うぞ、みたいなね。で、出た言葉は自己責任。その年まで何やってたの悩みを相談することもできないですよ。 だから、私はね、ある意味ね、70、80で独居老人みたいな人がいて、片方ではそうならないように人生作っていかないとっていうふうに思うところもあるのに思うんですが、でもね、一人一人がね、何も手を抜いてやってきたわけでもないし、将来に備えてこなかったわけでもないし、みんなね、一生懸命真面目にやってきたはずなんですよ。 それこそ大きな贅沢をすることもなく、大きく羽目を外すこともなくやってきたはずなのに、なぜか、はしごを外されている状態っていうのが、それがいつ来るかってことなんですよね。40代で来ればまだなんとかなる。50代では苦しいかもしれないけど、なんとかやっていける。60代とか、70代からもう一回やり直せって言われたら、ほらこ、酷ですよね。今までの人生を否定されてあげく、これからの真っ白な人生を、いや、自分で作るのが自己責任でしょっていうふうに突きつけられるわけですからね。まあ、そういう時に、 心の拠り所になるのが、誰かが常に自分には語りかけてくれるってところなのかなと思うんですよ。まあそういう場所に、このね、私の隠居 TV を見つけてくださって、こんなアクセスの高いもんではないんですけども、それこそね、人気 YouTuber って山ほどいるわけじゃないですか。なんでこの A さんは100万人のチャンネルに行ってないんでしょうかなんでこの方は10万人再生数のね、竹原 TV とか行かないんでしょうかね。なんで人気 YouTuber のところに行かなくて、 私みたいなチャンネルを見つけて、私との対話を選んだんでしょうか。これがですね、YouTube の、まあ、あの、魅力なんですよ。で、皆さんも YouTube されてる方いると思いますけども、アクセスが1でも2でも、あなたじゃないといけないっていう人が、それはいるってことなんですよ。ね、今日、ご相談いただいた A さんっていうのは、ヒカキンさんの YouTube は見たことないらしいです。存在は知ってるし、サムネイルは見るんだけども、 ここれは子供ででしょとということで自分には当てはまらないと思ってたらしいんですよね。もちろん見れば楽しいと思うんですけどね。それから、じゃあ、おじさん向けの YouTube チャンネル、先ほどお話したね、竹原 TV とかね、それから小沢仁さんの、笑う小沢と、何、怒る小沢みたいなね、あんな番組見てないんですかとかね、いろいろあるんですけども、いや、YouTube いろいろと調べ物をするときに見ることあるんですけども、自分の楽しみとか、 自分に語りかけてくれる人という形で見てるのは有名人でも芸能人でもなくて同じ世代を生きてきた久保さんみたいな人なんですよ。で、他の方の同じ世代の発信者も見たんだけども、やったりやらなかったりなんで、結局チャンネル登録をずっとしてるのは久保さんなんですっていう形でね、見てくださったんですよね。だからね、私たちはね、別に人気 YouTuber にならなくても誰かの人気 YouTuber にはなれるんですよ。 で、それが自分の生活を支えるほどにはなんなくても、誰かの暮らしや心を支えてるんだったら、十分発信する意義はあると思うんですよね。まあ、今回も A さんからこういうふうなお悩みいただいたりとか、昨日は52歳の女性だったですよね。こういうふうに毎日何十件もご相談いただくわけではないんですけども、たった一人のご相談にもその人の人生があり、語りかけたい思いがあったりね、えー、自分に語ってほしい言葉があるんですよね。 ですから私は少ないアクセスの中にも人生や悩みや夢や希望があると思いながらこれからもね、この隠居 TV をチャンネルがどうなろうとも続けていくうかと思いますね。もう、即果塾でね、売り上げ上げて儲けるためとかじゃないですからね。そもそも即果塾なんて全然販売してないですからね。<laughs> たまに注文来ますけども、動画概要欄の方に書いてあるのを見るんですよね,ね。そういう方がいればもう十分でね、もうガンガン売り込まないと売れないような商品っていうのは、 もう私の方はもういいかなと思いますね。まあそれもだから、あの、体のみたいなものがバックにあるから言えることかもしれませんけども。はい、じゃあちょっとコメント戻りましょうか。えノ、ー、クさん。ある意味、独り身だから思い切れるというところもありますね。これはありますね。私も今はね、攻撃よりも守りを重点に置いてますね。攻撃は最大の防御から、防御は最大の攻撃に変わったみたいなところですね。えノ、ー、クさん。派遣を首、覚悟で行動したから今があるけど、 お嫁さんや子供がいたたととと思うと同じことできたか確かにの奥さん当時何十万何百万っていうお金を自分一人の責任だからいろんなところに投げれたと思うんですよお互いにねでも今家族を抱えるとこれは自分の支出ではなく支出ではなくて家計になりますからね自分の使った10万100万は確実に家計のダメージになってきますんでちょっとなかなか思い切れないですよね だから、チャンスに踏み込むというよりも、防御に徹するっていうことの割合が増えてくるのは、与沢翼さんも言ってたようなことかもしれませんね。清美さん、YouTube は縁があり、繋がるんでしょうねう。不思議ですよね。だって、これだけ無数の YouTuber さんがいる中で、あの、YouTube にログインした時にね、誰の画像が出るかって言ったら、立花隆さんとか山本太郎さんとかガーシーさんとかっていう可能性が高いわけじゃないですか。ね。なんか、カズヤっていうのも出てくると思いますしね。 <laughs> 他にもなんか、ね、結構私 YouTube のね、有名人知ってますけども、皆さんがご存知の方もいるかもしれないですね。なんか令和拓んも結構好きなんでね、うん、見ますけどもね、その中にこれ誰だろうっていう人が出てくるんですよ。再生数30とかね、チャンネル登録120とかね。逆にそういう人に私ね、結構メッセージを送ったりするんですよ。ああ、なんかこの人と縁が深くなるんじゃないかな、みたいな。うん。でもまあ返事が来ないですよ、なかなか <laughs>。 ね、私の、ね、1万人ぐらいのチャンネルからメッセージを送ったらなんかねありがたがってくれるかなと思ったらあんまりそうじゃないみたいなところがあります <laughs> はいのくさん y o u t u b e 無料でできるのはいいですねそれはすごくいいですよね、えー、今は国からボギをしたいあなるほど国税の方はね確かにそれありますねはいまあ今日はね、あのー、この55歳の方の お悩みを聞かせてもらいました。皆さんにも紹介申し上げましたけども、この方の悩みには消えてません。消えてませんけども、おそらくですよ、YouTube で隠居 TV を見ることがなかったら、うん、もう一筋の希望もなくなっていたのかなと私は思ってるんですよ。実際この A さんとお話しさせていただく中で、いや、久保さんの YouTube がなかったら、もしかしたら、まあね、早まったことはしていないにしても、蒸発ぐらいはしていたかもしれないっていう,うに言われてましたね。 でたまに私の発信することが、そうそう、そういうこと言いたいんですよ、よく言葉にしてくださいましたみたいなことを言われたりするんですよね。まあ、だから情報発信っていうのは、やっぱり誰かを救ってるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん人を傷つけることもあると思いますけども、誰かの支えになるようなね、情報発信が、も私もたまにできてるんだなと思うと、まあ、これからもね、どんな状況になっても続けていこうという原動力になりますね。皆さん、どのようにお感じになったでしょうか。 ま、本日は以上でございます。コメントの方ありがとうございました。じゃ、ちょっとロスタイムに入りながら、ね、あの、松潤さんは昨日、昼調子とかやってたそうですけど、ご覧になりましたで。私はね、自分の放送が終わった後にね、あの、サムネイルが上がってこないと、もうちょっとアクセスしないんですよね。私、YouTube 見る時間ってあんまりないですからね、ないっていうか持ってないんですよ。家族と過ごす時って、基本的にスマホを手放してるんで、あの、ほとんど朝のこの放送で終わりですからね、あの、ネット活動っての。<laughs> よし、じゃあ今日はこのぐらいにしておきましょうか。皆さんありがとうございました。じゃあ6時から皆さんそれぞれのまたね、暮らしにお戻りいただいて、で、タコマルさんにはちょっと明日伺うようになると思いますけども、今日は結婚記念日を送らさせてもらいます。どうも皆さん、お祝いの方ありがとうございます。いってらっしゃい。<laughs> コメント書き途中がいるかもしれないから、ちょっと待ちましょうか。 本当はあっという間ですね。月日の経つのはあっという間ですよ。チャンネルの利用制限2週間はあっという間じゃないですけどね。おめでとうございます。ありがとうございます、環境じさん。じゃあ、いってらっしゃい。